はい、ですね、まず僕の使ってるメインベースですね。この赤いベースなんですが、これは ESP のですね、僕のシグネチャーモデルになりますね。5弦ベースで、これはアッシュボディですね、ライトアッシュ、すごく軽くできてます。で、基本的に僕が以前使ってた ESP の AP というベースがあったんですけど、そこを基本に自分流にカスタマイズして、この形が生まれました。大きな特徴としては、まずやっぱりこのスロープ、ちょうどこのネックとボディのジョイントの部分なんですけど、ここがこういうふうにスロープになってるんですね。要は斜めになって削れてる状態なんですが、僕のベースにはこのスロープがどのベースにも全部についてるんですけども、これはもうアップダウン奏法、いわゆるスラップのアップダウン奏法、ロータリー奏法って言われる、こういうものがこのスロープがあることによってすごくスムーズにいくんですね。その普通のここにスロープがないベースですと、この指板の、もしくはこのピックガードの間にこう指を入れる感じになるんですけども、なかなかこう深く入りすぎちゃって、なかなかこう早く弾けないと。で、このスロープがちょうど下に下ろした状態でぴったりとこういい位置にこうホールドされるんですね。これで、っていうようなアップダウン奏法がすごく早く、楽に弾くことができます。これが、このベースの最大の、僕特徴だと思ってます。あとピックアップなんですけど、ピックアップはこのハンバッカーが、単管のハンバッカーが2個ついてますね。これも僕はずっと昔から使ってるものなんですけど、これ実は中身はシングルコイルになってまして、この後ろのこの列のちょうど後ろの部分2つが鳴って、今そういうセッティングになってます。で、この間にこのフィンガーランプと言われるものなんですけど、これは僕のベースもほとんどのベースについているものなんですが、このフィンガーランプを使うと、指が例えば早く弾く場合、3フィンガー奏法とか僕よく使うんですけど、指が均等にこのランプがあることで揃うんですね。この深く入りすぎないで、ぴったりここのとこにこう揃うんで、これもさっきとスロープと一緒ですけど、下につけてそのまま、そうするとこの指がすごく安定するという。そういうようなメリットがありますね。これも僕のベースの、また特徴になってます。あとは特に至ってシンプルですね。ピックアップセレクターがあって、あとイコライザー、ミドルコントロール、トレブル、ベースと、あとボリュームと、この辺はもう本当一般的なベースとほぼ変わらない感じですね。で、このスイッチなんですけど、これは今ついてますけど、実はフレットのランプがつきます。 LED ですね。ちょっと派手な 派手な感じになりますね。ですね、あと次に僕の、ベースをもう一本紹介したいと思うんですが、こちらは予言になりますね。これは名前はシローのイクオンという、僕のオリジナルベース、 ESP のオリジナルベースになります。このベースはですね、割とジャズセッションとかそういうのによく使ってるベースです。やっぱりその5弦よりも4弦の方が僕の場合は、そのなんていうか、やっぱり一番弾いてて弾きやすいし、特にセッションみたいな即興で演奏する、そういうアドリブとか、そういうのには一番やっぱ4弦が一番対応しやすいということで、セッションはほとんど4弦でやってます。このベースの特徴なんですが、ですね、これはさっきのロングウェイと違って、メイプルワンピースになってますね。まあ、裏を見れば分かるんですが、メイプルワンピースネックと。で、ウィングがキルテッドメイプルの、ウィングを、これは単板ですね。そのままこの単板がウィングでくっついてるという。
ベースですね。で結構重さがあって、まあ、メイプルということもあってすごく音は割と硬い音がありますね。これでピックアップなんですが、これはハンバッカーが、まあ、僕のおなじみというか、これもロングウェイと一緒でハンバッカーが2個ついてます。ですね、で このベースは自体はこのリアピックアップのみの、このハンバッカーにして、これ使ってます。それでこのピックアップセレクターはまずリアですね。これフロントセンターリア、これのリアにして、これをプルすることでこのリアピックアップがハンバッカーになるんですね。そうすることで、ちょっと太いこうミッドレンジの強い音になりますね。ちょっと聞きます。はい、っていうようにちょっとこう、まあ、若干ジャコパストリアス的な、ジャズベース的な音ですかね。そういう音にして、セッションで使っています。あと、まあ、これもロングウェイとほぼ一緒なんですが、同じようにこのピックアップとピックアップの間に、フィンガーランプですね、これをつけてて、でこれ、実はこうガムテープで、上から貼ってあるんですけども、まあ、これガムテープでちょっとこうまたさらに、その日の気分というか、調子によって、この弦とランプの高さをこのガムテープで実は調整しているという、そこでまあこう、この間が狭ければ狭い。ここにやっぱり3フィンガー奏法とかすごくこのフィンガーランプのおかげで楽に正確にできることができます。